青コーナーよりダブルチューン長州力入場。さあパワーホールが鳴り響くプロレス界のど真ん中を目指し長州力が今入場であります。桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。行くのか。ガチッと組み合った。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。
死ねと聞いたバッカだろ。返してまいります。先頭ラリアット、ストッピングを叩き込む。さあ、ど真ん中を突き進んでまいります。白名戦士長州力、マグマのような闘志をゴツゴツとぶつけていく、その試合スタイルが現代の華やかなスタイルとは逆行しながらも、まさにプロレスのど真ん中を行く。立たせていく、いきなりやっとバズーカ。エルボーを入れていきます。振り返して、なんて言うんですかね、プロっていうのはそういうってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうか、そういうことがないと上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。ひねり抜きいたバッカだろ。
館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。してるわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。待ってに待った。今頭打ったんじゃないですかね。脳天下手が打ちつけたか。
続いて